仕事もスピルバーグみたいに最後は奇跡を起こしたい。テレビで見たミッドウェイのアルバトロスみたいに誰にも教わらず僕は飛べないから、忙しいという言葉が口癖になってる僕を許してくれるみんなのためにも頑張らなくちゃ。時からほどかない荷物を横目で見ていた。少しずついい部屋に住んでる僕が時々寂しい。ほりかぶってる洗面器、たまに銭湯でも行こう。大変なのは僕だけじゃないと少しはわかるかも。らしくないと言われると少し疲れるけど、笑ってる方が自分でもいいと思う。どう考えても昨日と今日の僕は違うから、大事なのは戻りたいと思うんじゃなくて、あの頃の記憶を大切に育てること。忙しくしている僕を分かっている。